県人側ふるさとでつなごう、山口県出身の方や山口県に縁のある方とお電話をつないでいます。まあ寒い日が続くようになりましたが、その分空気がねキリッとして、空がすっきりと見えるようになりまして、そうです ね今が一番一年で日暮れも早い時期なんだそうですね。そうですね、今日は夜空の冬の夜空の楽しみ方をこの方にということで、今年7月29日以来のご出演になります鳥取市空の駅鳥取佐治アストロパーク相本実さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうぞご無沙汰しております。ご無沙汰しております。逆に2回目の出演で光栄です。とんでもないです。こちらこそありがとうございます。下松ご出身で中学高校時代に友達と一緒に夜の山に登ってね、星空を観測されてっていうお話でしたね。はい、そして、今鳥取市佐治アストロパークにお勤めですが、はい、こちらが公開天文台でして、はい、宿泊施設もありまして、それはそれはまあ立派なところ、はい、大きな望遠鏡があるんですよね。そうですね、口径103センチの大きな反射望遠鏡がありますので、はい、まあ、それであの夜は、お客さんに、ね、星を見て、いただいております、はいはい、そしてあのプラネタリウムもあるということで、相本さんはそのプラネタリウムのご案内もしてらっしゃると、はい、思いっきり喋ってます、ね、そうですか、まあ、ただしね、あの山口 の、ね、あのプラネタリウムのもう何分の1かの小さいパターンですのでね、うん、はい、もうすぐ、ね、はい、そこの人みたいな感じでお客さんと掛け合いしながら、ああいいですね、アットホームな感じですね、はい、あの子供の時に ね、 あの理科の天文の授業で習ったこととかのは繰り返しおさらいもあろうかと思いますけど、はい、冬の夜空 の、はい、まあ、あの改めて楽しみ方、うん、今日ね聞こうかなと思ってます、はい、まず冬の星座ですね、まあ、今ちょっと月が出てるんでね、はい、あとまあ10日ぐらいするとだんだん見やすくなってくるけれど、そうですね、うん、はい、まあ、厳密に言うと一昨日がちょうど満月で、はい、今日2日経ったぐらいですから、まあ、例えば夜の9時とか10時だったらあとまあ 3、4日すれば同じ時間でもまだ月昇ってきてないので、はい、見始めるかなとかね思ったりもしております、はい、冬の星座の探し方どこから目をつけましょうか、はい、そうですね、ちょっとね頭の中でこうね想像しながらっていうのは、あの前回も言いました6年生の理科の時間で、ね、はい、話をしましたけど、はい、オリオン座わかりますかね、はい、はい、まあ、それがちょっと実は中心となっていくんですが、はい、ちょっとそれは次に置いといて、はい、今日が暮れて、まあ、6時過ぎたらもう暗くなってきますよね、はい、で東の空をまず見ていただきたいんですよ。はい、東、ちょっと街中だと見づらいかもしれませんけど、ちょっと星がごちゃごちゃっとこう集まった場所があるんですね、うん、あの星団って俗に言うんですけれど、はい、有名な星団なんですね、あのスバルというね、あ、はい、聞いたことありますよね。あ、スバルようですね。そうですね、歌にもなってますし、はい、まあ、あのその近所ね車も走り回ってると思いますし、うん、ね、あと、まあ、あのハワイにある、ね、大きな日本の望遠鏡スバル望遠鏡のスバルにも、まあ、名前になっています。これ実はあの和名日本の名前でして、はい、まあ、昔話をすると、あの清少納言ありましたね、枕の草子を書いた、はいはい、あの人が書いたその枕の草子の中にあの星はスバルでうんだらくんだらこう下りがあってですね、そこからちょっと名前が来てたりするんですね。そうなんですか。昔から要は知られている星ということですね、まあ、あとはまあ世界的に言うとプレアデス星団とか、うん、M45 メシエ45というナンバーがついてたりします。うん、実はあの星座でいうとあの星占いにも出てくるオウルシー座の背中のあたりになるんですね。はい、まあ、あのそれが出てくると、ね、我々も、ね、あ冬が来たとか、ね、こう思ったりもするんですけど、それぐらいちょっと、ね、目立つ天体ですので、まあ、もしよければちょっとスタートということでね、ちょっとまあ、ここをね、月がなくなればちょっと見やすくなりますので、はい、まずそこからスタートしていただければと思います。東の空にこちこちょっと集まってるんですか。そうですね、だからあの目でも見えるので、もっと言うと双眼鏡とかね、あのあればあのあなるほどって、ね、星がこうたくさんあるなっていうのが分かると思います、はい、まあ、まずはそれがスタートかなと思っております。はい、はい、さあ次はで、はい、あどうぞ、はい、いやいや次は何でしょう。お次は今度オリオンに戻りましょう、はい、で、まあ、今日例えば今日だと夜の、まあ、9時とか10時
ヶ月後2ヶ月後になるともう8時とか7時とかでも、ね、十分見えるんですが、さっき言ってたオリオン座がもう昇ってきます、はい、でオリオンが昇ってくるとオリオン座の形ってわかります？なの飛脚の形、それは北斗七星。あ、それは北斗七星か。オリオン、あ、四角長方形みたいなのの中に三つ星。正解です。ですよね。はい、そうですね。まあ、4つの星に囲まれた三つ星っては、ね、我々はよく言ってるんですが、昔からよく知られてて、その端っこの星を結ぶと、太鼓の仲間に鼓っていうのがありますよね、うん、はい、日本の、ね、あれで鼓星とか、あと、まあ、蝶々の形に見えるので蝶星とかね、ちょっと昔から言われてる、ね、それが今の和族にオリオン座なんですね、はい、でオリオンがやっぱり目立つのは左上の赤っぽい星、一等星のベテルギウスというのがあって、はい、こう今度右下ですね、今度一等星のリゲールっていう白い星があって、うんうんうん、で右上三つ星、左下の星は二等星なので、主要部分が一等星と二等星でできている非常に贅沢な星座です、ね、そうですよね。だから昔からよく目立つ知られているということなんですね、はい、でじゃあちょっとせっかくの、ね、ここ山口放送なので山口にちょっとつながりのある話をさせていただきますと、はい、毛利家ってあるじゃないですか、毛利家の家なんですね、はいはいはい、家紋ってなんか聞いておきます？一文字三つ星、さすがですね、ありがとうございます。三つ星実はオリオン座の三つ星から来てるっていうふうに言われます。そうなんですか。本当ですか？三子の教えではなくて、はい、それもやっぱりね あるようですけどね、いろんな説があって、うん、まあ、オリオン座三つ星から来てるっていうのもねやっぱり一説としてあるんですね。でもうちょっと時代をこう遡るのかな、源平合戦ってありますよね、はい、山口さん結構ゆかりありますけどね、はい、源氏と平家、ね、オリオン座の左上のベテルギウス、うん、ちょっと赤っぽい星、はい、ということで、平家の旗の赤、ね、三つ星を挟んで右下のリゲールは白っぽい星なので、源氏の白旗ということで、まあ、源氏星っていう風に、ね、呼んでる地域もあるんですね。はい、はい、まあね、源平合戦に関してはね、山口は割とこうそういう場所になってますんで、いろいろとね言われはありますけれど、まあ、そういうふうにちょっと実はオリオン座つながりがあって、ね、まあ、身近なところに、ちょっと関連があったりするんですね。はい、オリオン座がどのあたりに見えるかによって、はい、今日は夜遊びすぎたかなっていうのが分かるんですね。ちなみに私、でもね1ヶ月に大体星座っていうか星は30度角度で言うと30度ずつ、ね、動いていくので、そんなに変わっていくんですね、場所が変わっていくのでね、うん、だから、まあ、やっぱり冬の星座っていうのはね、どうしても1月とか、ね、2月ぐらい、まあね、南の空によく見えるっていうことでね、大体その季節の星座ということで、うん、まあ、今回はオリオン座とかが、まあ、1月とかなると、まあ、8時とかだともう南の空に見えて、まあ、いいのかなと思います。そのオリオン座が竹重さんに帰れ、はい、帰れ、夜遊びしてないで帰れって言うんですね。そうですね、うん、でじゃあ次行きましょうか。オリオンが見つかりました、はいはい、じゃあ次です、はい、そのオリオンの三つ星を左下にね、ちょっと頭の中で想像しながらずっと下ろしていくとめちゃくちゃ明るい星が見えます、はいね、キラキラって光ってる。実は私たちがいる地球から見たときに一番明るく見える恒星のシリウスっていう星です。シリウス。シリウス。はい。シリウス聞いたことあると思います。はい。大犬座っていう星座の一等星シリウス。はい。それがあります。ね、でずっとこの左上の方かな、ずっと上がっていくともう一つ一等星があります。子犬座という星座のプロキオンという一等星があります。はい。だんだん思い出してきましたか。でオリオン座のに戻って左上の星ベテルギウスっていうのがあります、はいはいはい、大きな三角ができました。何の三角でしょう？冬の大三角。正解です、うん、はい、そういうことなんですね、まあ、そこまでがね大体学校で勉強する、ことっていうことになりますが、はいはい、まあ、でもやっぱりオリオン座を中心にこう、ね、星をたどっていただければまあ分かるかなとか思います。でこの三つ星を右上にずっと伸ばしていくと今度アルデバランっていうね、さっきスバル
っていう話しましたけど、はいはい、大牛座の一等星にたどり着いたするわけなんですね。はい、まあ、そんな風にね、ちょっと関連付けながら星座をたどっていただくと分かりやすいのかなと思います。はい、はいはい、で、じゃあちょっと次の話に行きますが、はいはい、オリオン座の今度北側になるんですが、明るい星が2つ仲良く並んでいる、そんな星座があります。もうこう2つの星って言ったらなんとなく想像つきますよね、うん、あ、星占いに出てくる双子座、そう双子座、ね、はい、実は、お楽しみです。12月の中旬のことなんですが、流れ星がたくさん見える双子座流星群というのがある、そんな時期になってきました。はい、ですのでちょっとそれを見ていただき、これは今回はというかね、今年は条件がめちゃくちゃいいので、はい、見てくださいという話をね、ちょっとこれからちょろっとするんですが、まあ、双子座、カストルとポルックスという双子の兄弟の、ね、星座ですが、まあ、その星の近くがですね、実は中心となって流れ星がたくさん見えますよという双子座流星群、今年は12月14日14日が一番数が多いだろうと言われている極大日となります、はい、ね、ただしあくまでそれは極大日であって、その前の日はダメなの、その前はダメなのとかよく言われるんですけど、大丈夫です。少しずつ数が増えていって14日をピークにまたちょっとずつ数が減っていくので、まあ、まあ、天気具合もありますのでね、できたら、12月の11ですかね、週末に確かになるはずなので、11、12、13あたりからずっといて15日ぐらいまで、その、3、4日、5日間ぐらいはちょっと双子座注目してください。はい、見方はとにかく夜早い時間帯は東の空を見る、はい、東を見る、そこを中心に、うん、道具は一切いりません、肉眼です。うん、とにかく東の空を中心にぼーっと眺める広い範囲もう真夜中ですね、まあ、例えば12時とか1時とか、もう我々はもう観測やってるんで起きてるんですけど、そういう時はもう頭の上に来てるので、頭の上中心広い範囲、うんうん、ね、でもうです、ね、寝てしまったという人で早く起きた人は夜明け前ですね、もう4時とか5時とか西の空を中心に見ていただければ見えると思います。まあ、1時間に、ね、40個とか条件がそれがもっともっとたくさん見えますので、ちょっと期待できるんじゃないかなと思うんですが、頑張ってさせてくださいね。これもいつものことです。とにかく寒いということで、はい、厚着はしっかりしてください。風邪ひきます、ね、で、あとは星がたくさん見えるような場所、やっぱちょっと街中ですとね、ちょっと明るくて見づらいと思うので、ちょっとでもね、こう山の方というかね、星が見えるところに行っていただきたい。あとはちょっと交通、要は車とかがあるのでね、危険のない場所での観察をしてください、はい、ということで、ね、見ていただければと思います。はい、ね、愛の富野さんに、はい、冬の星座の楽しみ方、楽しみ方をいろいろとお話しいただきました。もう一度確認というしたいという方に朗報です。 YouTube 配信が始まっていますので、今日お出になっていただいたら、相本さんはおそらく今週末ぐらいに配信が始まるかなと思います。おはよう KRY のホームページ、もしくは KRY 山口放送公式チャンネル YouTube チャンネルに行っていただきますと、はい、YouTube 配信でお聞きになっていただきます。あとポッドキャストも聞けますし、はい、あと、まあ、ラジコのタイムフリーはいつも通りにやっておりますんで、相本さんのお話もう一度という方はぜひいろんな方法でアクセスをしてみてください。恥ずかしいですね。いえ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 、はい、4ヶ月ぶりのご登場でした。名調子です。ぜひね、寒いですけど、ね、ちょっとコロナで大変ですけど、ちょっと外だったら大丈夫ですか。そうですね、もう家族で、ね、一緒にこう空を眺めていただければなと思っております。わかりました、はい、お忙しい中ありがとうございました。元気にお過ごしください、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。失礼します。くだまつ市ご出身、鳥取の星の案内人です。鳥取市佐治アストロパークの相本実さんでした。